LG エレクトロニクス LG G シリーズ LG エレクトロニクス LG Optimus LG G シリーズ LG G シリーズは韓国の LG エレクトロニクスが展開する Android 搭載スマートフォン及びタブレット端末のブランドである。日本向けには NTT ドコモと KDDI 沖縄セルラー電話連合その他各社 MVNO から発売されている。ここでは。 LG G シリーズをベースにして専用 DAC やサブディスプレイなどを搭載した LG V シリーズや AU 向けのオリジナルブランドイサイシリーズについても記述する。LG Electronics は同社の Android 搭載スマートフォンブランドを Optimus として展開していたが2013年7月18日に Optimus シリーズのうちフラッグシップモデルである G シリーズにおける ブランドの廃止と同時にフラッグシップモデルのブランドを LG G シリーズに統一すると発表した。ただし、ブランド廃止以前に発売された Optimus G 及び Optimus G Pro は G シリーズ扱いとなる。なお、SIM フリー端末を除き、日本国内で G シリーズをベースに一部デザインを変更し、日本独自機能を追加した端末で AU のオリジナルブランドとして販売されている。 なお、au 向けにローカライズされたグローバルモデルも一切シリーズ扱いとなる。世界標準のデザインに合わせたフラグシップの LGG シリーズに対し、高音質を歌う音楽プレイヤーなどに多く、搭載されている ESS テクノロジー製の DAC やアプリショートカットや通知などを表示できるサブディスプレイなどを搭載するなど、よりスマートフォンに 多くの機能を求めるユーザーに視点を当てたラインナップとなっている。上記のイサイシリーズに含まれていることから、当ページでも取り扱う。AXX は、Android のバージョン。NTT ドコモ KDDI、沖縄セルラー電話すべて、AU4、GLTE シリーズ MVNO 無敵種、グローバルフラッグシップスマートフォン、LGG に米国で、発売開始 LG エレクトロニクス、 2018年9月26日、閲覧。販売は amazon.co.jp が担当。当初は2013年11月30日、発売予定だったが、初版の事情により延期となった。ありがとうございます。